レザー・グーチャン・レジャードはイラン・マシュハド出身のサッカー選手。元イラン代表。ポジションは FW。グッチと呼ばれることもある。日本語ではレザー・グーチャン・レジャードと表記されることがある。イランのマシュハドに生まれたグーチャン・レジャードは1995年幼少の頃に家族と共にオランダへ移住し、レーワルデンを拠点とするラック・フリジア1883。 SC カンブールレイワールデンの下部組織を経て2005年に SC ヘーレンフェーンのトップチームに昇格した2006年4月ホームの AG アルクマール戦でフェルナンドデルフェルトに代わりデビューを果たし同シーズンの冬にシーズン終了までの期限でゴアヘッドイーグルスに貸し出されたシーズン終了後に ヘイレン・フェーンに復帰するもエキシビジョンマッチで重傷したためで遅れ、リハビリ後もファーストチームに入れずにいた。翌2008から09シーズンも同様のことが続いたため、冬に FC、エメンへ貸し出された。2009年夏、ヘイレン・フェーンから放出された後にエールステリビジのゴアヘッド・イーグルスへと加入し、同シーズンの冬に SC ・カンブール・レイワールデンと2年半の契約を結んだ。 カンブールでは1月22日の SC フェンダム戦でデビューすると開始わずか9秒後に初得点を決め最先の良いスタートを切ったがマルクデフリーズの存在からウィングとして起用された。また途中出場としての役割が多く出場13試合にフェンダム戦と FC オスで挙げた2得点に終わった。2010から11シーズンは2011年2月24日の f c m 面戦でキャリア初のハットトリックを達成し、シーズンを通して13得点を挙げた。2011年6月7日、ベルギージュピラーリーグの新都とライデン v v へ3年契約で移籍。強豪クラブブルッヘ相手に初得点を決めると、負傷により数週間戦線離脱を余儀なくされたにも、かかわらず22試合11得点と活躍したことから、 同シーグのタクラブやオランダ LDBG やドイツブンデスリーガなど他国のトップリーグからも関心を寄せられた。またチームが昇格、降格プレイオフの末に降格したことから可能性が高まった。2012年8月31日にスタンダールリエージュと合意に達し、2013年1月に3年半の契約で正式に移籍した。 2014年1月31日、チャールトンアスレティック FC に2年半契約で完全一席。2016年6月22日、ヘイレンヘイエンに復帰した。U-19 オランダ代表でプレー経験があったものの、祖国イラン代表に参加する資格があったグーチャンレジャードはカルロス・ケイロス監督の下で2012年10月16日に、 行われた 2014FIFA ワールドカップアジア予選の韓国戦でイラン代表としてデビューし1から0で勝利した2013年2月6日のアジアカップ予選レバノン戦で代表初得点を含む2得点を挙げたその後 2014FIFA ワールドカップアジア予選ではカタール戦と韓国戦で決勝点となる1点を挙げイラン代表をワールドカップ出場に導いた ありがとうございます。